はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は数のの定積分の置換積分分置換法 ③ をお送りしますで今回もね問題3もありますのでまず一回動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてください。でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。よいしょいきましょう で今回は3問ともね、また積分区間がこの特徴的なやつです。異符号になっているね。同じ数字を使って異符号タイプ。つまり、偶関数と奇関数の知識を、まあ、フルに使っていきます。で、その積分における偶関数、奇関数の技が、いや、なんだっけなって思う方はぜひね、1個前の動画、地間積分法丸に偶関数、奇関数っていうタイトルがついてますので、ぜひそこでチェックしてもらってから見た方が分かりやすいかと思います。まあ、あと右上とかにリンク貼っておきますね。 でさっきも言ったようにこの積分区間なので、まあ、偶数・基幹数をちょっと調べに行こうと楽ができるんじゃないかなと、まあ、そんな感じで思うわけですよ。で案の定ですねこいつ x2 乗×ける三 x ということでまあ積の形になってます。ほにゃらら×にゃららで今 x2 乗これはね、まあ、前回やりましたけど x,、えっと、x の2乗4乗6乗、まあ、偶数乗になっている時はこいつは偶関数ですよね。 で、sinx。これも前回やりましたけど、sinx は基関数です。c o s x はね、偶関数ですけど、まあ2乗とかするとまた変わってくるけどね。ってことは、これは、偶関数×基関数。違うものをかけたら何になるかっていうと、基関数ですね。偶関数×偶関数。もしくは、基関数×基関数が偶関数になる。同じものをかけると。で、違うものは基関数になるので、これ、中身。 全体で期間数ってことが分かりました。はい、積分区間このなってるってことは答えは0ですよね。こういう積分区間で期間数をやったとき、積分したときは0になると。これは使えるので、一瞬でございます。これが1番。いいかな、まあ、こういうのはね、定期テスト、まあ受験ではね、ほぼほぼ見ないですけど、定期テストとかであれば、こういったのも一問ポロって出してきます。 もちろん頑張ってわーってやってってあゼ0やんってなるとは思うんだけど、まあ、時間短縮できるからさこれでぜひやりましょうで2番ですでこれはまず中身をねこの形を見た時にあこれ変形しに行こうと思ってくださいでどう変形するかっていうと1だよねえー、っとかっこ 1+ プラス、まあ、分子を分けます1とマイナス x に分けるのでまず これね 1+x2 乗分の1とでここ引くなんで引く 1+x2 乗分の x とこう分けにいきます。これはね分子分けただけだからね。いいかなでどうするかっていうとこれ積分っていうのはこっちまあこいつとこいつに分けられます。2つ分けることができる。だからそれぞれこいつとこいつを偶関数かな奇関数かなってチェックすることができます。 で、ポイントなのが、まあ、x2 乗はさ、まあ、こいつは偶関数ですよね。さっき言ったように x2 乗が入っているのは偶関数だから。で、こっちなんだよ。こっち。で、偶関数と奇関数のチェックの仕方っていうのは前も言いましたけど、その、こうね、関数の x のところにマイナス x を入れてみます。マイナス x を入れるんです。代入する。それが、元々の fx に戻ったら偶関数です。 fx 元々のまのマイナスがついたものになるなら帰還数なのだから2乗っていうのはマイナス x 入れてももちろんもあと元に戻りますよね2乗すれば戻るからだから偶関数4乗とかもそうですけどでこいつに関してはマイナス x 入れますよねそうすると分母は2乗だからたし大してあ対大してじゃない確かに変わんないんですよ元に戻りますただ x はマイナス x を入れると当然こうなりますよね ってことはまあちょっとあえてまとめると、まあ、こうなるわけです。もともと f だったものにマイナスがついたものつまりこっちです。ってわかるから右側は帰関数なんですよこれ。左は偶関数だけどね。こっちは偶関数なんだけどこっちは帰関数なんです。ってことはインテグラルこうやってまあ ちょ、書いてえたら申し訳ないね。こうやって分けることができるから、こっちの積分は、まあ、積分区間マイナス1から1なので、0になるのが分かります。つまり、やらなくていいんです。向こう。で、もちろんね、偶関数の波残ってるから、じゃあ、あとこっちだけやっていきましょうと。で、偶関数って分かってるから、あの、技使っちゃいますね。え、2倍にして、積分区間を0から1に変更します。で、1プラス x2 乗分の1。 DX あとはこれをやっていきましょうと。でこれどうやるかっていうとこれね前回二、えー、の時ね積分置換、えー、積分法二の時にちょっと問題出せなかったんだけどポイントだけ話しました。だからそこ見てくれてるとねあって思ってくれると、えー、おじいちゃんね個人的にすごく嬉しいんですけどこういうタイプ、えー、こうなった時は X をタンンジェントを使って置いていきます。まあ、シータ使っってていいいききままししょょうううこやすでか でまずこれ全体をシータで積分あごめん微分してくださいそうするとこっちが DX、えー、これ待ってね左行った方がいいかなちょっと左に行くわ空いてるからちょっとこっち行きますえー DX、d x d タになって単純と積分じゃなくて微分するとコサイン二乗シータ分の1とこうなる微分するとね で両辺まあ dc たら切るというかやるとこうなるので dx イコールこうなりますだからこの部分に代入する準備は完了しましたじゃあ残りです1プラス x 二乗分の1を考えていきましょう1プラスあい回一応書くか1回こうなってタンジェントを入れますとこうね今 x こうやって置いたからタンンジェント入れただけですでここで1プラスタンンジェント シータちょっとみミみだで朝だからかないつもかえポイントですねあんまり出てこないから結構ふい出されると忘れこれるんだけどこれ公式で前やってるからねこれコサイン次乗タ分の1だよ切れてたらごめん入ってないッケーこうなるいいってことはこれはコサイン次乗タ分の1となりますあーごめん コサイン二乗シータ分の1分の1だね。分母がこれ。コサイン二乗シータ分の1分の1だからこうなる。で、これは、コサイン二乗シータになります。で、これちょっと慣れてない方はね、いると思うのでょっとやっていきましょう。えー、コサイン二乗シータ分の1分の1ですね。で、これの一塊っと見てください。で、これ1も一塊ね。えー、小学校の時やりましたけど、例えば、えっ、ー、と、2分の5ってあります。2分の5。 ここれってこうでですすねに変形できますつまり、えー、分子割る分母ってこうなるでしょ。で割り算の後ろの、えー、分数は逆数にひっくり返すので、えー、かける cos になるわけです。こうやって。ってことはつまりこれ c o s 2一 θ 1 ×だからね。でこうなりますよねっていう。慣れてる方はね、まあ、全然あはいはいってできると思うんですけど。 他のとこでも分数の中に分数が入ってる時は、まあ、そういうふうに考えると1個塊どこかなって考えてやると割とすんなりいけますので、まあ、こうやってやってください落ち着いてやればねできますんでで戻るとですねえっ、ー、とこっからこうですねいきましょう続き二、インテグラル0から <laughs> 積分区間ね変更してたわ x と θx がもともと今0から1になっております で、x。ってうか、t a n g e n が0になるのは、いくつェント傾きだからね。タンジェント傾きが0になるのは、角度も0です。傾きが1になる時っていうのは、1ね。この斜め。ちょうどこの斜め、ね。1になるのは45度の時です。つまり、4分の π。タンジェントシータがね。シータが4分の π の時になりますと。で、積分区間、これで変更できるので、0から4分の π。で、コサイン次乗この中身がね、コサイン次乗だから、コサイン次乗シータ 入れて dx のところにこいつこれかを入れるとね見事に消えるんだよねコサイン二乗が約分でパッパッつってあ中身が一になりますすんげえ簡単な積分になるのでこうなって中身一だから積分するとシータだけ出てきます中身一だまあ今さシータで積分してるからシータですけどまあ x で積分してるときは x だけが出てくる感じ。ね 0分,0分じゃねえや0から4分の π で4分の π 入れてまあ0入れてもね意味がないので 2×4 分の π となって答えは2分の π でこれでちょっと色が薄いねごめんね見にくいかな終了となりますまあ2番ねこの問題はめっちゃ出てきますよく見るなって個人的には。 ちょっとポイントねざっくり話すとまず分解というかこうやって分けてください分けると片方が基幹数になってるからよっしゃーってねやる量が半分に減ったぜとなってこいつが残りますとでこの 1+x2 乗分の1とこうなった時は x をタンジェトとこうね置いて攻めていくときれいに消えてくれますのでこうやってやってもらえたらと思いますさあそしてまたまた有名な3乗さんです cos3 乗 x ですね で、まあ、コサインに関しては、もともとが偶関数なんで、2乗しても3乗してもずっと偶関数になっていきます。ちなみに、sin x、さっき期関数ってやりましたね。これ、sin x に関しては、2乗は偶関数ですからね。まあ機関、期数かける期関数やってるってのもあるんですけど、グラフ見たら分かりやすいです。2乗は偶関数。で、3乗になるとまた奇関数に戻ります。いいまあ、そういう sin x はそういう特徴があるんですけど、まあ、今回はこれをやっていきますと。で、えっとね、一応、ちょっと動画長くなっちゃって申し訳ないんですが、2個。 ね、2通りりのやり方紹介しますで自分はあの3倍角使っちゃえば楽なんでそれでやっちゃうんだけど結構教科書とか参考書を見てるとちゃんとねあの王道の変形をやる方が多いのでまずそっち紹介して最後に3倍角ひょろっと紹介して終わりたいと流れとしてはねだから3倍角だけ見たい方はちょっと早送りしてくださいいいかなでこれはねまずこの中をあまずあれか積分区間変えちゃいますね二からこれこうなる 偶関数分かってるからね2から0と変えちゃいましょうで中を cos×cos cos と分けますまあ cos3 つかけてるからねで c o s 二乗の方 c o s 二乗 x って1 s i n 二乗 x ってで,できますよね。サ s i n 乗プラス c o s 二乗イコール1だからそれを使っただけですめちゃくちゃ有名なの公式ね。 で、ここから攻めていきましょうと。で、これどうするかっていうと、えー、sin を t と。まあ t じゃなくてもいいけどね。置いて攻めていきます。で、ちょっと俺、さっき忘れかけたんで、先に積分区間やりますね。結構ね、普段解いてる時も、さっき忘れるんよね。としかっていう。で、x がもともと0から2分の π です。積分区間がね、0から2分の π。で、やると、えっ、ー、と、x が0、こっちか。sin0 です。sin0 は0だね。 で、X、2分の π90 度、sin90 度は1なので、t の積分区間は0から1になります。でですね、まずこいつ、sin=t、これをえ、全体を t で微分しますい。t で微分する。そうすると、えまず sin を微分した cos が出てきます。で、それに t で微分しているので、dx/dt をつけてください。で、t はね、微分すると1だと。右側、余裕で入ります。 ということでこれ変形すると Dx イコール cosx 分の 1dt ですね。いいかな ?dt 分の cos をまあこう逆数にしてかけてる感じでこれで dx のところに入れることはできますともう。大丈夫でこれさここ sin のところはもちろん sinx 入れてるからちょっと青相て使うか。ここはもうこうやって t の2乗に変形できますよね。 いやー、コサイン x どうすっかなーっていうとね、こいつを入れること、dx に入れることによって消えるんだよね、役分。まあこれ有名な、まあ前も、今までも勉強してるけど。だから、あとはこのまま攻めていきます。元々の良識。良し書いておくか。ちょっと矢印引けねえな。元々の式が、えっ、ー、と、2倍のインテグラル0から1だよね。1になって、コサインは消えます。残ってるのが1、1マイナス t の2乗を DT とこれでで終了です、ね、これはねもう何もいじらないとそのまま積分できますんで2倍のえ1は t になる t の2乗は3分の 1t の3乗終了と。で、まあ、下の0入れても0は分かっているので、えー、2る1スえっと3分の1か。 1の3分の1が3分の2なのでそれに2をかけると答えは3分の4とあ意外ともっと右入ったわ <laughs> 詰めちゃったごめん、うん、それで終了となります。まあ、今から3倍角,の方3倍角を紹介すすると楽に見えますだってこんなごちゃごちゃ痴漢しなくていいんで楽なんですけどただこのやり方は覚えておいてくださいめちゃくちゃ有名なんで。 コサイン3乗 X このこ変形ねコサインとコサイン2乗に分けてっていうやついいかなそれじゃあ3倍角いきましょう多分ねちょっとスペース的に書ききれないとは思うんですけどまず3倍角つまりコサイン3乗 x を変形しちゃおうって話ですで、まあ、3倍角の公式をちょっと変形したやつねで覚え方としては、えーまあ、14ですねまず14つまり4分の1が出てくるんですけど143、えー、コスコス3 3コスコス3だから3コスでプラスなんですけどコス3なんですよコサイン3タ、3コスコス3ってまあ自分は言ってるんですけどでちなみにサイン3乗 X ここでは使わないけどねサイン3乗 x だったら1音が同じで、えー、ここがマイナスになります3サ,サインえっ、ーえー、と3サ,サインシータマイナスえっ、ー、とサイン3シータ でこっちの方がよく使うからこっちを覚えちゃってこっちを固定して覚えてサインの方は符号を変えるだけあまあ c サインをサインにも変えますけどだけだよねって覚え方をしてるんでは、まあ、これを使っていくと。でこれを使うと、えー、ここまあこれね積分区間は同じく偶関数なんで2から0に変更できますとでいこうか2でしょで、えっと、0から2分の π なんだけど中身がこれがこのまんまこれになってんの。まあ4分の1出すか先に。 で、2と打ち消し合って2分の1残そうか。こいつ、積分しようと思ったら何もしなくていいんだよね。このままいける。だって 3cosθ は 3sinθ でしょ積分すると。で、cosθ も、ただ3、えっと、3、う <laughs> サ3イン i シ3 θ で、この3が余分にあるから、それを3分の1で出すだけ。サイ s i n 3 θ で、0から2分の π、ね、今変更してないんで。 あとはこれ解くだけよっていう。えっと、下、ギリかこれギリかなああ、ギリか。ちょっと、いける <laughs>。で、先に言うと、0入れたら、sin0 っていうのは0なので、まあ、無視できると。で、2分の π があれで、sin90 度って1でしょつまり、3、プラス、こっち。sin、えっと、2分の 3π。つまり、270度っていうのは、マイナス1です。だから、マイナス3分の1。 こうなるでそうすると括弧の中身が3分の9だから3分の 8, か分の8になるので2分の1かける3分の8だから3分の4と同じだね。見えるあ見えるよ OKOK。となりますと。まあこれだけ見るとさ書いた量見ても分かるように早いんだよね3倍角使うと。だからまあテストの時とかこっちでよくないとは思います。 これがあってて積分法を用いい解きなさいみたいなね出されたら「すいませんちょっとこれ痴漢積分使ってないんですいませんこっちでちょっとお願いします」ってなりますけど、まあ、できればどっちもね両方,との両方の解き方を覚えておくと個人的にはいいかなと思いますのでね是非まああと復習した時にはちょっと時間かかりますけど両方解いてもらえたら嬉しいです。はいということでね今回は定積分の積分。 時間積分法丸さやらせていただきました。で、次回は部分積分法に入っていくと思います。予定では。なのでね、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。